皆さんこんにちは、シャルムです。昨日は関西の方を台風が直撃してしまったんですけれども、皆さんのお住まいの地域はいかがだったでしょうか。私関西ね、大阪や兵庫県、滋賀県にはお友達がいますのでね、大丈夫かなって思ったんですけれども、テレビのニュースで見てたらね、看板がひっくり返ったり、とんでもない被害があったみたいですけれど、皆様のお住まいの地域はいかがでしょうか。で鳥取県か、鳥取県もね、もう土砂災害の恐れがありっていうふうにニュースで報じられてましたけれども、皆さんのお住まいの地域、被害がないことを願ってやみません。はい、というわけで今日はですね、私は母と一緒にお出かけをしてきました。街中の方まで。それでね、ちょっと買い物もしたんでね、そのあたりのものをご紹介できればなと思います。はい、私はねこれ3COINS、スリコで買い物してきましたね。袋が大きいから何を買ったんだって思われるかもしれませんけれども、はい、ご紹介すると、まずこれカゴを買ったんですよ。カゴ、これね、1000円なんですけれども、カバンをね、ポシェットを収納するのにこれに入れようと思って買いました。カバンがね、ポシェットの紐とかがね、棚からはみ出してね、床に紐がくっついてる状態なんでね、きちんと整理したいなと思ったので、このカゴを買いました。これは1000円でしたね。はい、で、あとはよいしょよいしょ、前も買ったんですけど、このカゴです。取っ手のついたカゴを買いました。これはね、食器を収納するのにね、整理しようと思って買いました。これは800円です。これ一つと、もう一つ、全部で2つ買いました、このカゴ。800円ですね。ちょっとね、私カゴが好きなんですよね。これいい感じじゃないですか。これ前も同じものを買ったんですけどね、今日スリコに行ったらこれ買おうと思って買いました。はい、スリコはね、以上3つだけなんですよ。カゴが買いたくて、カゴ、街中までお買い物に行ったっていう感じなんですけれども、あとね、私の地元の百貨店でね、北欧フェアをやってまして、それでこれは母に買ってもらったんですけれどね、このトートバッグ、これ350円です。安くないですか、350円。ちゃんとした布バッグなんですけれど、これ今日着てる服にね、合うんじゃないかっていうので、うちの母が買ってくれたんですよ、これ350円の。でね、この袋の中にこれクッキーです。クッキー、これ400円かな、400円だったと思うんですけど、うちの母が前に買ったんですけれど、これ美味しかったからっていうので買ってくれました。400円、クッキー。この缶もね、食べ終わった後は捨てないで、どこかに飾っておこうかなっていうふうに思っております。はい、というわけで買い物は以上になります。本当はね、アフタヌーンティーでね、可愛いカフェボーイルボールね、ずっと前から欲しいなって思ってたのがあったんですけれどもね、母にね、また次にしなさいっていうふうに言われて、それで買いませんでした。で、今日はね、母と一緒にランチしましたよ。イタリアンとね、フレンチレストランが融合したような、そういうレストランでね、ランチを食べてきました。とってもね、いいお店でした、いいお店だったんですけれど、お客さんがね、ちょっと良くなかったですね。なんか子連れの人がいたりとかして、子供がギャーギャー泣いたりとかしてるんですよ。それで別のね、お客さんはなんかね、
捨て猫がね、むごたらしい死に方をしていたことをね、席で大声で喋ったりとかしてるんですよ。で、うわ、ここお店の雰囲気すごいいいけどお客さん最悪だわっていうふうに思ったんですけれどね。はい、ちょっとそこは残念でしたけれども、でもね、お料理が美味しくてまた行きたいなって思えるお店でした。うん。はい、で、それで最近の私なんですけどね、最近の私はね、ダイエットをしています。どんなダイエットかというと、1日1食ダイエットです。あのね、お昼ご飯しか食べないっていうダイエットを今やっておりますね。晩ご飯はもう作りません。晩ご飯はもう食べないようにしております。昼だけ食べるっていうダイエットをやってますね。おかげでね、1.5 キロほど痩せました。でもそれでも全然ダメなんですよ。で、今日ね、うちの母と買い物に行ったんですけれどね、私の姿見てね、まあすごい太ったわねみたいなことを言われたんですね。言われなくても分かってるよって思ったんですけれど、まあ私も本当ね、巨大動物のようになってしまいました。実際私に会った人はね、みんな優しいから、いや、シャルムさん言うほど太ってないよっていう風にね、言ってくれるんですよ。もうありがとうございます。でも太ったの私ね、若い頃はね、私体重が45キロをずっとキープしてたんですよ。それがね、30代半ばぐらいになってからプクプク太り始めて、多分ね、タバコをやめたっていうのも原因だと思うんですよ。私30ぐらいの時までタバコ吸ってたんですね、うん、で30過ぎてタバコやめて、それからプクプク太り始めたんですよ。健康になったっていう証なんでしょうけどね。でもプクプク太り始めて、もう今は本当巨大動物になってしまったんですよ、うん、一時期ね、香原智美さんがすごい太ったじゃないですか。あの人私と同年代なんですけれどもね、ともちゃん見てるとね、なんか私みたいっていうふうに思ったりとかしててね。いや、ともちゃんも頑張ってダイエットしましたよね。だから、あ、私も頑張らなきゃって思って、それで1日1食ダイエットっていうのを今やっております。はい、そうですね。はい、で、アルコールは厳禁だと思うのですが、やっぱりね、アルコールのない生活はちょっとゼロっていうのは厳しいので、まあ節制しながら、体に負担がないように飲ませていただきたいなっていうふうには思っております。はい、それでですね、ここで皆様に重大なお知らせがあります。あのですね、私毎週日曜日お昼2時から4時までライブ配信させていただいたんですけれども、申し訳ないんですけども、一身上の都合により8月20日日曜日のライブ配信をもって、しばらくの間ライブ配信をお休みさせていただきます。申し訳ありません。なんでって聞かれるとね、ちょっと困るんですけれども、ちょっと事情ができまして、ちょっとライブ配信日曜日というかな、ライブ配信自体がちょっとできなくなりました。はい、申し訳ありません。はい、で、それでですね、これからはね、ちょっとね、毎週日曜日はライブ配信だけでなく動画配信自体をお休みさせていただきたいと思うんですね。毎週日曜日動画配信をお休みさせてください。申し訳ありません。ちょっとね、私事で申し訳ないんですけれども、ちょっと事情ができまして、申し訳ありません。週1日毎週日曜日だけちょっとお休みさせてください。すみません、お願いします。はい、ということで、まあ最後のライブ配信なんですけれども、8月20日よね、間違えてないよね。8月20日の日曜日はライブ配信させていただきます。当面私にとって最後のライブ配信となりますので、ぜひぜひお時間あります方ご参加ください。よろしくお願いします。はい、というわけで、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。
気に入っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。シャルムでした。